初見さんありがとうございます。カスミンが10で 1% で最後に切れた、すごい。カスミンすごいな。カスタード派ではありません、アズ派です。え、ありがとうございます。アズ派です、アズ派でいきましょう。みんなカスタードなんなんでもない。昨日は邪魔しました。いえいえ、西さんありがとうございます。今日も来てくれて嬉しいです。たい焼きカスタード、まあ実はカスタードを食べちゃいます。どら焼き派です。お、どら焼き派か、悪くないですね。今日小豆食べました。お、食べられちゃった。キャーこんばんは、こんばんは、シュガーさん。でも小豆は小豆苦手なんでしょう。あ、若干ちょっとだけ。でも今日なんだっけ、かりんとまんじゅう、かりんとうまんじゅうだっけ、かりんとうまんじゅうみたいのをセブンイレブンで買って美味しかったです。めっちゃ今日もあずちゃんが一番かわいい。ありがとうございます。ゆかさんありがとうございます。ゆかさんって名前いいですね、綺麗。え、これから電車1時間乗るんですか、ピーちゃんさん。大変、これからか、11時、すごい遅いですね。ヤギカスタードちゃん違いますよ、ヤギあずきです。こんばんは、ゆなちゃんルームから来ました。お、そっか、ゆなやってたもんね。私ずっとコメントちょこちょこやってたんですけど、ゆなとゆめみんをどっちも見てました。でコメントちょこちょこやってました。ヤギちゃんおっさん、ヤギちゃんおっさんって方がいらっしゃる、嬉しい、ありがとうございます。いらっしゃいです。こんばんは、こんばんは。動いた後の糖分はいい、めっちゃいいです、快感。初見です。パミュー川川ペロさん初見です。6日の話し会でネタをしようと思っているのですが大丈夫ですか。最高じゃないですか。キラキラ感がすごいある、嬉しい。今日キラキラつけました、夜なのにちょっとキラキラさせたいって思ってつけちゃいました。あずきちゃんが一番可愛い、嬉しいです、嬉しい。フォローしました、ありがとうございます。フォローしてくれて嬉しいです、フォローされるのすごく嬉しいです。かりんとうまんじゅう、そこってことに、そう、わかります。もうちょっと売り出してもいいと思います、本当に美味しかったです。もうちょっとバーンって置いてほしいぐらい美味しかった。これからハマりそう。でも結構カロリーありますよね、気をつけないとね。今日も見事にあずちゃんの夢中になりました。まだ始まってばっかですよ、これからです。今日は1時間45分ありますから、45分増えました。なんか12時行っちゃうとちょっと遅いかなって思って15分、11時45分にしました。先月前座であずちゃん、あ、初めてです、初めての前座の時、翔太さん見ていただけたんですか。私めっちゃ緊張してましたよ多分、でもそう思っていただけて嬉しいです、ありがとうございます。してたの、してましたよ、アスカとあんこちゃん、あんこちゃんずさん、あんこちゃんずじゃん、嬉しい。昨日もコメントしたよ、嬉しいです。ヤギちゃん推しさん、ヤギちゃん推し、響きいいですね。シュークリームもっと楽しいさ、すごい楽しそう。シュークリームと大福どっちが好きですか。シュークリームです。そうするとカスタード派になっちゃうのか、
カスタードが好きなのかな、やっぱ。ヤギちゃんさん覚えてますよ、リボンの。嬉しいです、何回も来ていただいて。毎回いる、毎回でまだ2回しかやってないけど。ハルコンでヤギちゃん推しさん、ヤギ、あずきちゃん推しになりました。嬉しいです。ちさきさん嬉しいです。ハルコン楽しかったです、本当に。こんばんは、こんばんは、たくさんたくさん、ヤギさんてんてんてん。ごめんなさい、 CD の渡し会の時びっくりする。うららさん来てくれたんですか。嬉しい、渡し会楽しかったです。はい、やっぱファンの方と会えるのすごい楽しくて最高ですね、あの時間。あずきちゃん AKB のシングルで一番好きな曲は、一番好きは難しいんですけど、でも11月のアンクレットと言ってます。でもいっぱい好きです、本当に。最強ツインテールとか夢みんとよく歌ってます。表現が独特、そうですか。ドーンさんもなんか独特です。ドーンさんかわいい、なんか名前面白いですよね、皆さん。あず、何のリップ使ってる。リップはこれ本当に18期みんな結構これ持ってる、これなんだ、ロム&ロム&の06番のフィグビグです。みんな結構いや、ハート100個受け取ってありがとうございます。あ、なんかこれ、あ、なんかたくさんハート、あ、すいません、立山さんたくさんハート送っていただいて嬉しいです、ありがとうございます。アスカさんも金のハートありがとうございます。エイチャさん嬉しいです、本当に。シレンさん、私シレンさんよくツイッターで見ます、ありがとうございます。初見さん、いかまちさん、ありがとうございます。鳥さん、だるま、ありがとうございます。うららさん、ハートたくさんありがとうございます。いっぱいありがとうございます。くま、コーシーさん、コーシーさんみんな、みんなのところにいますよね。なんかトップが、トップがっていうのかな、あれがイメージ強くて、ありがとう。くま、ありがとうございます。としのりさん、ハートありがとうございます。こんばんは、こんばんは。なずきちゃんかわいい、ありがとうございます。翔太さん、初見さんですね、嬉しいです。あ、もう1000人、10分で1000人、1分で100人、よー、すごすごいです。ハーチャーさん、ハーチャーさん止まんない、ハートが止まんない、ハートが止まんない、嬉しいです。お疲れ様です、ございます。ジャンさん、ジャさん、コメント嬉しい、嬉しいですよ、本当に嬉しい、たくさん。21のオンラインが、来てください、迷ってる、迷ってます、来てください、ぜひ。あずちゃんとお誕生日一緒、3月22ですか。322やったね、嬉しい。じゃあ誕生日一緒に祝おう。18期めっちゃ気になってる翔太さん、わー、いいじゃないですか。18期生皆さん、皆さんとか言って、みんな個性的で面白いですよ。ショールーム見ても飽きないですよね。ゆめみん写真かわいいでしょ、さっき送ったんで、かわいい。
一日お姉ちゃんだ。一日お姉ちゃん？ん？私がお姉ちゃん？イエーイ。あ、そういうこと？一日お姉ちゃん、私が年上ってことか。どっちだ？ピーちゃんさんが年上なのかな。あずちゃんもだいぶ個性ある。嘘？ないよ。あずはあずだよ。お披露目前に18期のメダル祝ってもらえましたか？あ、なんかちょうど、ほんとちょうどレッスンがなくて、あ、でも会って誕生日になりましたって言っておめでとうって感じだった気がした。誰だっけ、誰かに言ったんだよね。早口言葉でかけっこで、え、何これ、初めて見た。かけっこでこけかけた過去、こうってなっちゃった。かけっこでこけかけが過去、言えました。ありがとうございます。え、昨日、あ、そう、あ、私が無音じゃなくて下町のカッスーさんが無音で聞いてたってことですね。無音で見てたってことですね。いや、嬉しいです。今日はちゃんと見てください。ピンクして、はい。一か八かってどうやって思いついた？え、なんかまず18で一八って読む、一八って読むなって思って、一八一八一か八かってなって、お、一か八かでちょっと検索、あの意味、日本語の意味をちょっと検索したらちょうどいい感じで、どうなるかわからないけど必死に挑戦するみたいな書いてあって、18期やんって思ってそれにしました。小一さん、だるまありがとうございます。初の前座出演、劇場で見たんですけど、アジアに瞳、嬉しい。ゆかさん、ありがとうございます。押してください。小一さん、まただるまありがとうございます。謎に早、多いですよね、早生まれ多いですよね。3月ゆいちとアズかな。かりんとうまんじゅうの食リポ、あ、でも最初食べた瞬間は油がシュワーってなって、でもくどくなくて最高に美味しかったです。どうですか？丸み龍介さん、ハートありがとうございます。小市さんもだるま、またありがとうございます。たくさんありがとうございます。すごい、だるまいっぱい。ゆういちが服で苦戦した、私横にいましたよ。ゆういちって思って見てました。アップルボーイさん、ハートありがとうございます。天才だな。え、ですよね、ありがとうございます。センスありますよね。あー、嬉しい。センター目指して、目指したいです。頑張ります。皆さんも応援お願いします。皆さんがあってからの私たちですから。ピロシキさん、ハートありがとうございます。何個も何個もありがとうございます。ん、なんか一発、まずその発想がなかった。え、嘘、なんかまず最初に一発って出たそしたらちょうどよかった。カスミン泣いてる、なんで？カスミン今やってんの？今やってないよね。え、泣いちゃったの？カスミン来た？あれ、そういうことか、ここに来てんのか。どれだカスミン。15分経過しましたって来た。早いな。カスミンの愚痴聞いてあげて。聞くよカスミン、困ってたら私にパスミー。カスミン、どこにいるんだろう。見つけられないんですけど、私途中で終了しちゃったんだ。そういうことか。ねえ、バカにしてないよ、バカにしてないよカスミン。そんな、え、じゃあ聞くわ、明日会うから聞くね。うん、分かった。
じゃあ充電器気にしなくていい、いいよって言ってましたよって言っときます、かすみに。ありがとうございます。うちのかすみんやはいい子なんですよ本当に。ひなこさんハート、金のハートありがとうございます。かすみん今いるってこと、ここいないよね。そんなことないですよ、ピーちゃんさん。あずあず、かすみんお疲れ様でした。お疲れかすみん。かすみん毎日配信してて本当に、朝も2回やりますよね、かすみん本当に尊敬する。羊ちゃんこんばんは、ヤギです。どっちかっていうとヤギですね。きなこもちさん星ありがとうございます。あずきちゃんの前髪セット、前髪セット私ピュッてやってるだけで、この横髪をちょっと横にやるぐらいですよ。パツンパツンかなやってます。何人兄弟ですか？お兄ちゃん一人います。ゆいちのモノマネ、ゆいちみんなから愛されたいちゃ。もう今ちょっと下手だったな、ごめんなさい。あ、壁蔵さん、壁蔵さん、壁蔵さんハートありがとうございます。嬉しいですね、毎日コメントして。ぜひぜひ、ゆぎちゃん推しさんも覚えました。さすがに一人だけなんで。夜配信嬉しい。そう、昨日聞いたらやっぱ夜が見やすいっていうことだったので夜配信してみました。ぜひゆっくりしてきてください。ゆっくりしてってください。髪綺麗すぎる。そう、でもユナにめっちゃ言われる、ユナにめっちゃ褒められる。嬉しい。あずきちゃん好きになりそう。好きになってくださいよ。仕事あるから夜配信やっぱ。そう、嬉しい、よかった。じゃあミトンさんハートありがとうございます。ミトンさん、ミトンさんってなってる。寝る前に見れるのありがたい。髪染めたことないです。あ、テロップ書いてみよう。確かに。どうやって？あ、昨日これさやにやってもらったんだよね。あ、あ、あった、普通にこれか。とあずきました。これでどうやって閉じるの？あ、閉じた。アズピース、イエーイ。あー、たくさんテロップのセンス気になる。え、そんなセンスとか言われても普通にやっちゃった。ちょっと、え、普通とか言わないでください。サンキューサンキュー。ちょっと今焦ってたんです。あ、たくさんありがとうございます。はじめまして、はじめまして。ゆうゆうさん、お話し会緊張しますか？え、楽しみです。私楽しみの方が強いですね。たくさんみんなに会えるのかな、楽しみ。こんばんは、こんばんは。いちさん18歳、フレッシュだね。フレッシュですか？私大人の方ですよ。でも18歳、あの18期の中で人を好きになるってスナック、人を好きになるってやりましたね。練り歩きですよ。楽しかったな。思ってた以上にお客さん近くて楽しかったです。美白だね。嬉しい、言われますね。でも嬉しい。でも小ひなもすごい美白ですよ。やっぱ北海道だからなのかな。ゆいち8歳だもんね。そう、ゆいち8歳なの。なんならもう4歳。見ながら寝落ちする。寝落ちしないでください。ずっと見ててください。あ、これ終わった後の寝落ちならいいですよ。
前から7つ目で見てました。だいぶ7つ目ってすごくないですか。首長いよね。髪のせい、私撫で型だからその分首が長く見えるのかもしれない。クリームちゃん、クリームちゃん、あずきちゃんです。こうじさん、だるまありがとうございます。たくさんありがとうございます。さっきからたくさんだるまをいただける、嬉しい。コンサートで覚えるのが一番難しかったのは、コンサートで覚えるのが一番難しかったの、あの夏の防波堤ですかね、やっぱ。はい、ほんと佐藤愛理さんが覚えるの、もう一回で覚えるんですよ、本当にすごすぎて、ちょっと隣で焦ってました。ちょっと頑張りました。だからやっぱすごい、本当に尊敬してます、佐藤愛理さん。愛ちゃんとのツーショット、嬉しいです。私も嬉しすぎて涙出そうでした、撮ってくれてる時。愛理さんとのダブルセンター嬉しかったな。ありがとうございます。私も本当に嬉しかったです。高い場所苦手よ、ジェットコースター大好きです。コンサートのデビューの VTR でどのタイミング、どのタイミングだろう。いつだっけ。でも3月の、3月じゃないわ、4月の前半に撮りました。アウト48の曲の振り、でもあれは確かに自分で結構動画送られてきて自分で字起こししないといけなくて、18期みんなで頑張りました。教え合っていい曲ですよね、あの夏の防波堤。私も大好きですね。コナンの映画みんな言ってるんですよ。まるさん面白いんですか。私コナンはあの京都のお話のやつしか見たことなくて、でもなんかカズミが面白いじゃなくて、なんかずっとみんな言ってるから見たいなって思ってます。きなこもちさん、愛理ちゃんとの手をつないだの見て思わず拍手しちゃいました。拍手しちゃいますよね。私が愛理さんのお手手を触れてるんですよ。もう夢の時間ですか、でした。となんか可愛かったです。本当にキラキラですよね、佐藤愛理さんって。めぐさん、谷口めぐさんが褒めてくれてるんですか、あの夏の防波堤。嬉しい。でも本当にいい曲ですよね。誰が聴いてもいい曲だと思う。お話し会申し込んできます。当たりますように、当たりますようにお願いします。インチュンさん会いたいです。こんばんは、こんばんは。アニメあんま見ない。鬼滅の刃を見てます。今新しいのやってますよね。鬼滅の刃は好きです。もう2000人超えた。本当だ、嬉しい。ありがとうございます。首長い、いっぱい言われるな。首長いのっていいんですかね、わかんない。応援してください、ありがとうございます。アッシー千葉さん、ありがとうございます。応援してください。運動得意、得意です。でもユナほど自信はないかも。ユナ自信満々だから運動でも私も一応 A です。 A ですよ。いいでしょ、いいんですかね。嬉しいです。だったら和服が似合いそう。それ言われます。撫で方で和服だけ似合うって友達に言われてました和服だけは似合うよって。焼肉は好き、焼肉大好きです、大好きです。土曜日会いに行けるの嬉しいです。嬉しい、私も嬉しいです。お話ししましょう。ユナと勝負するしか。でも
この受話器みんな運動神経いいらしいんですよ。なのでそういうのやってみたいですよね。誰が一番なのか。まず副所タイムください。副所タイム、はい。部活は何やってた？ダンス部やってました。ハイタッチハイタッチ。あ、成人式の振り袖決めてない。結構やばいですよね。あの、私の周りにも結構決めてる友達いるんですよ。私何色に合いそうですか？あ、それめっちゃ聞きたいわ。私何色に合いそうですか？何色っぽいですか私って？誰が一番早いんだろうね。どうなんだろう。ピンク似合う。オレンジ、小豆色、黒。なんかめっちゃバラバラだな。あれ黄色、水色、赤透明、あ、透明、透明やめて。桜色、桜色。いや、私ピンク、白、ピンク、白、赤とか好きなんですよね。明るい色。なんか何、あの、なんだっけ、カラー診断とかやってみたいです。もっと私多分イエベ春だと思うんですけど、ピンク、やっぱピンク、ピンクいいですよね。透明お願いします。やめてください。今来たばっかりだけど何の話してますか。私が古袖何の色似合いますかって聞いてました。まずはピンクのイメージ。ピンク大好きです。やっぱピンクいいですよね。ピンク似合うかな2年後の私。頑張ります。こんばんは、こんばんは。ピンク似合う。初見です、ありがとうございます。なかなかおそらちゃんずさん、王道でも似合いそうだし、黄、緑とかオレンジが似合いそう。黒もいけそう。全部いけちゃうんですね私。最強じゃん。最強ですね。それはそんなことないですよ。私が何着るのか楽しみにしててください。ヒョウ柄とかやめて。やめ、やんないですよ。こんばんは、アセントさん、初見さん、こんにちは。こんにちはって言っちゃう。こんばんはです、さっきから。初見です、初見ですっていっぱい。ガンガンさんとランディ・オートンさん、やっぱりあずちゃんは最強だ、最強。下町のカスさん、だるまありがとうございます。だるま、だいぶ印象違う。そうですかね、私の配信みんな私のことどう思ってたのかな。キャッチフレーズよろしく。カスタード派、チョコレート派、やっぱりみんなはあずき。東京都出身18歳、あずこと八木あずきです。よろしくお願いします。イエーイ、フォローしました。セントさんありがとうございます。フォローお願いします。嬉しいです。遊びに来たよ。遊んじゃえ、たくさん遊びましょう。カスタードやめてください。ダメです、みんなあずき派ですよ。あずき派、あずき、本当はガス違いますよ。アズタード、アズタードいいですね。どうしよう、これでさ、これから私の掛け声やってみんなカスタードとか言ったらやだ、泣いちゃう。その時さすがにやめてくださいね。18期意外とみんな喋る。私めっちゃ喋りますよね。あの18期本当に喋りすぎてて、ちょっとうるさいぐらいなんですよね。初めてゆうなさん、ありがとうございます。フリですか？フリじゃないです、やめてください。本当にあずき派って言ってください。自分あずき派だね。ありがとうございます、本当に優しいですね、ありがとうございます。
ね、みんな振りとか言わないで。違います。あずちゃんとさえちゃんはどっちがアイドルっぽいの？さえですよ。さえは生まれながらのアイドルです。あれは声がもう可愛いですよね。さえって本当に、さえちゃんは可愛いんです。本当にあずちゃんいい意味でゲップあった、嬉しいです。今、声可愛い？え、可愛くないですよ私。でもそう言っていただけて嬉しいです。あざあざとい？愛嬌ある、ありますか私。また来るね。え、行っちゃうの？ヒゲちゃん推しさん行っちゃうんですか？自分が一番可愛いと思わないと。そうですね、自信大事です。私が世界一クールかと思ってた。私クール、あ、でもそれ言われましたね、みんなに言われる、クールに見えたアズワって世界一か、嘘嘘です。初見さんありがとうございます。君と僕の関係の歌声好きだよ、嬉しいです、そう言っていただけて。鳥さんだるまありがとうございます。あざといポーズもう一回。はい、今日昨日の配信見れなくて。サニーさん来れ、来れて嬉しい、バリ可愛い、嬉しいです、ありがとうございます。私も来て、来ていただいて嬉しいです。デジマニャース SP さん星ありがとうございます。私鼻ここで合ってるからそう見えるのかな。全然緊張する？緊張しますね、やっぱお客さんとの距離が近くて緊張します。もう顔しっかり見えるんですよ一人一人、だから緊張します本当に。でも楽しいですよ。ピロシルシキさん星ありがとうございます。今見てるドラマとかあったりします？今ドラマ、ドラマ見てないかも今。こんにちは、こんにちは。さえちゃん頭そういうイメージある。さえは頭いいですよ、その通りです。あずサンリオ好き、あずサンリオ好きです。私はマイメロちゃんとか、マイメロちゃんとキティちゃん好きです。18期は結構シナモンくんが多いですね。私はマイメロちゃんかな、でも可愛いですよね。立山さんだるまありがとうございます。立山さん、立山さん勉強得意？ No No No。 あずちゃんのうちわ作って、もううちわとか本当に嬉しいですよね。もうなんか見たら本当に感動しちゃう。すぐ見つけます、うちわあったら絶対。うちわとかに前メロ、嬉しい、絶対うまそう。本当うちわ作るのすごいですよね、めっちゃ嬉しいです。あのピアリーナの時もうちはちょこちょこ見つけてびっくりしました。ほんと嬉しいです。作っちゃおうかな、モリモリってしてる。ありがとうございます。んー、サンリオマイメロに投票するね。嬉しいです。でも人気に、あーそっか、今シナモンくんですよね多分。1ゆなちゃんいる、いる、私見えてない。ほいちさんだるまありがとうございます。初見で清水さんありがとうございます。あずかあずきどっちでうちや作ろうか迷ってる。
確かに見栄え3文字の方がいいのかな。でもアズってニックネームだしな。呼びたい方でお願いします。何でも嬉しいです私は。アズちゃんの写真をマイメロちゃんのケースに入れてもらえるか。なんて素敵なコラボ。私幸せですねそんなことされてたら。ユナちゃんだ。ユナいるんだ。ユナカスタードうちは作りますわ。どういうことですか。ユナ本物、ユナ本物いますか。わあユナ、ユナ本物めーって作るか。でもヤギのうちは作ってる方いて面白かったです。笑っちゃいました。ユナちゃん本物。そうユナは多分英語ですよね。ヤッホーユナ。ちょっとあ、あ、いる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 って来てる。ビギナーがメンバーがそうなんですよね。ユナーヤッホー、さっき見てたよ。可愛かった。こんな感じだった。上見て。なんかさこれ昨日も上見てって来てた。なんでだろう。あずーあずーバイバーイユナ。明日ね。全然してない。してたよ。あざとかったよ。ママと見せた2人で。ママはすごい可愛いって言ってましたよ。気づいてくれたから満足なのね。あ、ネタロウさん雲ありがとうございます。うちは作って見つけてみますよ。見つけますよ私一瞬で見つけます。足岡先生ありがとうございます。これミラーボールですよね。ミラーボールありがとうございます。ワンタンさん、クマさんありがとうございます。クマクマクマ、視力良さそう。こうやってします。ヤマピーさんダルマありがとうございます。消化船さんツイッターでたくさん書いてくれてますよね。ツイッターたくさん見るので全部見てます。すごいメールの返事とかしてくれて嬉しいです。昨日も1位取ってくれて本当にもう分かりました。会いたいです。たくさん。アッシー千葉さんありがとうございます。金のハート。アスかわいいねえ。言うなバイバイ。絶対追い出そうとする。嘘ラブだよ。フォローしましたありがとうございます。 XXX タップ XXX。 あ待ってこれ知ってるかな。アズがちぼたやん。あ一瞬大丈夫だった今。キンブレシートも作る。え、キンブレシートってあれですよね、ペンライトの中に入れるやつだっけ。そうですよね。嬉しい。キンブレ嬉しいですね。そんな凝ったのって作れるんですか人間って。あ、今日満月ですよね。満月、今日満月なのかな。めっちゃ月綺麗と思って見てました。月大好きです。ユナアズねえ、アズばっか言ってくる。ユナアズのこと好きすぎ。フィルムに印刷、え、そうなんですね。フィルムに印刷なんてできるんですね。お、優勝って。都会のトッシーさん、あ、これ大野くんじゃないですか、ペンギンの。私ちまる子ちゃん大好きなんですよ。ちまる子ちゃんで生きてるもんです。本当にずっとシビマルコちゃんみたいな毎週録画してますし。そんなこと言うな。あ、私のライブでアピールしてる。そんなこと言うなって。下町のカッスーさん、またハートありがとうございます。シビマルコちゃん生きてたんだ。そうなんですよ、私シビマルコちゃんで生きてんです。柏木里奈さんありがとうございます。
ハート。ドラえもんは好き。ドラえもんは映画は好きです。映画は見ます。でも30分のやつは見てないです。高一さん、だるまありがとうございます。同期今までを恋人にするなら誰？お、いい質問。誰だろう。恋人か。あ、ユナって言っとこう。ディズニーは好きです。正気さんって読むのかな、これ。正気さん N.N さん、タコありがとうございます。あんちゃん好き、嬉しいです。ありがとうございます。クマありがとうございます。なんか全部これでやってたの私、なんか癖かも。こんばんは。ゆういち起きてる。ゆういち寝なさい。もう寝るよ。なんで怒ってんの。もう寝るよみたいな。エサッシーさん、かわいいって、ありがとうございます。太陽より月は好き。絶対月です。まあでも太陽も好きですよ。あ、消火栓さん、ミラーありがとうございます。ミラーボールありがとうございます。嬉しいです。ゆいち寝なきゃ、みんな言ってあげてください。ゆいちはもう寝る時間です。18期でペットにして飼うならゆいちです。でもゆずちゃん対応、ゆずちゃんって誰ですか。ハンバーグ好き、ハンバーグ大好きです。はちゃさん、グーグーありがとうございます。あんこちゃんずって書いてくれてる、ありがとうございます。月とアイスと書くのか。そうなんです、おやしやれてますよね。あずきのペットにしてください。よしよし、お、たくさん。ポリリンさん、星ありがとうございます。中丸ゆうきさん、これなんだろう、ペンライト、ありがとうございます。みんなに寝ろって言われてるゆいち。チームワークではサザンが歌って、あー、あの最後のもう愛を刻み込もう、うおうおみたいな。中村ゆきさん、ペンライト黄色ありがとうございます。お、黄色とピンク、私のペンライトカラーにしようとしてる色してくれ、ちゃんと分かってますね。素敵、嬉しいです。あんこさん、あんちゃんとお話ししたいことたくさんある。あ、嬉しいです。私もたくさんお話ししたいです。まだ唯一寝るよっていっぱい言われてるよ。ん、プリリンさん、ハート、金のハートありがとうございます。え、待って、 TERU さん、花、これ何の花だっけ、この垂れてるやつ、私好きなんですよね。名前わかんない。西城秀樹でしょ。さあ聞こう。ゆかさん、ラブレターありがとうございます。視力いいの？よくはないです。でもあの操れます。あの見たいときは見ます。めっちゃゆなにも言われてる。ゆい明日ね。面白い。トーシーさん、結婚して、イエイ、ありがとうございます。操れるとはって感じで、やるといいです。どんな面、今やりました。多分よくみんなやるやつです。みんな黒板見えない時とかやりますよね。あととか、こうやってちっちゃくこうやってやると、こうやってねやると見えやすくなるらしいです。イヤーハグして。あ、ねえユナ、ユナいるかな。ユナがさっき来てたから、アズも来た。ハルコンの好きなの衣装、衣装じゃん、アンコール衣装です。立山さん、ハートありがとうございます。
真似したユナ着てたから着ようって言った。着た。出山さんハートたくさんありがとうございます。ゆいち本人おやすみって。おそろおそろだよ。ユナとゆいがすごい同時に来た。すごいよね。レアですね。ユナちゃんって言ってるよ。ユナーズかわいい。コンサート T シャツそうですよ。これ皆さんゲットできるんでしたっけ。買える方いましたか。あ、買えるんですねこれ。じゃあお揃いですね。たくさん着ましょう。普段着では着れないか。これは好きだなんて書いてたらやばいか普段着で。でも可愛いですよね。すごい青春っぽくて私めっちゃ初めて見た時え可愛いって思いました。あ、さっきまでファイングフェイスに。お、17期生のやつですね。すごい。つってもうこういうさ変顔とかしたくないのに。あずきのことが好きだー。ありがとうございます。みんなのことが好きだー。マジで大好きです私。はじめまして。メール取ったよ直樹さん。ありがとうございます。はじめまして。はじめまして。面白いよ。試練さん面白いよって言ってくれ。コロナ気をつけます。17期生と話、でもフリエレの時にちょこちょこお話しさせていただきました。18期の公演いつ始まるのかな。頑張ります。いつかいい報告ができたらいいなって思ってます。精一杯頑張ります。18期でフェスも楽しみだねって。おー、フェス来てくれますか皆さん。強さん優勝ありがとうございます。優勝。ん、あ、のみおくんさん、だるまありがとうございます。そうですよね、ホテイさんお大事にしてください。本当に無理しないで。としのりさんかっこいい、かっこいい、いただきました。嬉しいです。フェス行ってきます。え、行きます。だって嬉しい。見つけますね。フェスのチケット取れました。嬉しいです。カスタード食べたくなった。まあ、食べるのはカスタードいいですよ。でも皆さんは小豆派であってください。ぜひ。中地さんハートありがとうございます。小豆ちゃんはメールでもテンション高そう。え、でもメールは面白いこと言ってないですよ私。あの、うん、でもメールぜひ取ってください。どんどんいつか面白くします。都会のトッシーさん、あ、トッシー様が結婚して、イエーイ。研究生局センターだね。すごいセンターなのかな。うん、佐藤愛理さんの新名でやらせていただいてます。ありがたいです。本当に嬉しいです。小一さんたくさんだるまありがとうございます。6日行きます。6日、6日行きます。ありがとうございます。6日、あ、もうすぐか。そっかそっか、楽しみです。ぜひ教えてください。名前と顔一致させたいです。3500人超え、お、嬉しい。ありがとうございます。結婚ダメです、ください。無理です。お兄さんと話す、お話できてないです。チラ見して終わっちゃってます、いつも。あずき派です、嬉しい。お箱、 AKB ソング以外の48グループの以外のお箱ですね。お箱、うん、お箱か。でも
おはこか。好きな人がいることとか、好きな人みたいな、可愛くて好きです。スケッチブックに書いたら分かる、分かりますよ。マリナさん、ハートありがとうございます。鳥さん、可愛い、ありがとうございます。あ、明日かすみが朝、かすみ朝の活動多いですよね、すごい。ポリリンさん、くまありがとうございます。あずき苦手なんで、ドーンさん、それです、わかります、同じです。マッキーマッキーさん、お花ありがとうございます。初恋の人の名字がエギさんでした。じゃあ私も好きになってください。無理ライバルは誰ですか？みんなです。みんな良き仲間でありライバルです。スケッチブックにあつちゃん書くの嬉しいです。ポリニーさん、くまありがとうございます。アイコンは大野くん、わかりますよ。さっきユナだっけ、ユナだっけ、ユナだよね、ユナのにもいましたよね。大野くんいるって思って見てました。トッシーさん、明日配信、明日配信できるかな、ちょっと時間と相談します。ちょでもできるとしてもちょっとかもしれないかな。アジュアジュ、ゆめみん、ゆめみん本人来ましたよ。アジュ、ゆめみんアジュって言うんですよね、何なんだろう。アジュ、唇さん、ハート、木のハート、ありがとうございます。持ち逆のブラジル、やったことないですすごいすごい、本人ですよ、ゆめみん来た、ゆめみん来た、ゆめみん。公演のコールは、え、でも2文字って言いにくいんですかね。あずちゃんならいいの、いいのか、どうなんだろう。でも言ってくれると嬉しいです。アジュって可愛い、可愛いだって、アジュって可愛いんだって。マーカーは何色がいい、うーん、見やすいの、え、でも何でも見えるけど、ピンク好きです。私はめっちゃ可愛い。ポリリンさん、ありがとうございます。お、カラー、好きな人がいること好き、カラも好き、わかります、カラも大好きです。私もこいつさん、だるまありがとうございます。大野くんって呼んでください、大野くんって呼びますね。じゃあそのままアイコンのまま大野くんって、大野くんかっこいいですよね。こいつさん、だるまありがとうございます。丸見龍介さんでいいのかな。ありがとうございます。だるま、コールは3文字がベスト。じゃあ、あずきでお願いします。あずきちゃん、ホテイちゃん、ホテイボコさんに似てる、恐れ多いです。ユーミンのショールーム、挨拶しかできなかった、もったいない。おしさいの色はどのように決めましたか。おしさいの色、あ、愛と月で、愛はピンクじゃないですか、ピンクと月の黄色で、ピンクと黄色って一応やってみました。コールはあずき、了解です、お願いします。大野くんみたいにサッカー上手いけどイケメンじゃないです。え、サッカー上手なの、サッカー上手な人ってモテるイメージありますよ、かっこいいです。サッカーは私全くできないです、体育でやってたけど、あ、でもゴール、私ゴールたくさんします、いいとこ取りしてましたいつもちなみに憧れの先輩は誰でしたっけ。本田ひとみさんと千葉恵里さんです。でも大島優子さん、卒業メンバーだったら大島優子さんがやっぱ昔から大好きです。お肌が綺麗だね、ありがとうございます。海外でがすごい、
んもすごいです。大野くんって嵐の違いますよ。ちぃまる子ちゃんの大野くんと杉山くんっている大野くんです。鳥さんありがとうございます。だるまフォローしました、ありがとうございます。ビデオ見てた、私もビデオ見ましたよ。見てました当時。嬉しい。うん。あ、こんにちは。大輔さんこんばんは。もう1時間経つんですね。早い。小田エレナさんと話し、あ、この間坂上がり公園の前座を本当に一昨日か、あ、昨日だ、昨日やらせていただいて少し喋りました。すごい綺麗で明るい方ですね。素敵でした。小一さんだるまありがとうございます。ゆいちが寝てない、お、なんだと。ゆいちさんだるまたくさんありがとうございます。時間経つの早いですよね。ゆなちゃんバイ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 。いるのかな、まだ。お風呂上がって戻ってきました、お、嬉しいです。こんばんは、こんばんは。ひのひのさんが初訪問、嬉しい。ゆいちがゆいち何してんだ。鳥さん、ハートじゃない、星ありがとうございます。おやすみ、ゆなちゃんおやすみってきてる。かわいい、ありがとうございます。ゆきちゃん推しさんゆきちゃん推しさんっていうのかな、名前。バブミ強い、そうですか。おやすみなさい。なんでみんな寝ちゃうんですか、やめてください。まだまだです、あと45分もありますから、見てやってください。ゆいち寝かすために寝ないと。ゆいちは一人で寝れますから、甘やかしちゃダメですよ。ピンクと毛を押さえ、お、そうなんですね、覚えていただけて嬉しいです。ネーミングか、わかんないな。そういうのもお話し会とかでできたらいいなって思います。口元のほくろ好きあります、チャームポイントです。はちゃんさんハートありがとうございます、嬉しい。ここはまだ21時、え、何、違う国でお話し会は緊張しますか。しません、楽しみです。今はその時は分かんない、どうだろう。ファンネーム、一応ファンネームあんこちゃんずってやってるます。お話が治った方がいい、名乗っていただけると嬉しいです。はじめまして、これからこれくらいのテンション、これくらいだと思いますよ。4000人突破、嬉しい、ありがとうございます。カスタードチャンスじゃないの、いや違います、アンツです、あずきですよ。ちょっとなんかグミ食べていいですか。あーちゃん、安定っていうか私が好きな、あ、忍者飯の梅です。どうぞすいません、ありがとうございます。
違う、あんこちゃんズです一応。男梅は私あの梅好きって言ったじゃないですか。やばいですよ私の梅の量、これ全部梅です。これを毎日レッスンに持ち込んでます。これも梅です。やばくないですかこの梅の量。梅大好きなんです私。ねえ梅好きじゃん。そうですよ梅大好きです。全部持ってってんの。そう、もうなんかそういうポーチに入れてます、グミ専用の。どんだけ梅好きなの。大好きなんですよ梅尽くしです私。梅ちゃんず、梅ちゃんず可愛いですね。梅あず、梅あず渋いね。おけ、お買い上げありがとうございます。いえいえ、そういう方ですか。思った以上に思ってます。あ、消化栓さん、だるまありがとうございます。あー解明する、え、どんなのがいいですか。私ちょファンネームだけは本当に出てこなくて、あのすぐ決めちゃったんですよね。お弁当梅入って、入ってます。梅とトマトはマストで入れてもらってました高校生の時。梅干し大好きです。梅干しにん、お湯に梅干しを入れて潰すやつが美味しいです。体にもいいらしいので飲んでますよく。一か八かの天才ならきっと。プレッシャーだな。カリカリ梅は、今日カリカリ梅はあっちにあります、リビングにあります。私はセブンイレブンのあの緑のカリカリ梅が大好きです。17期生は同い年の多いです。ちょ、私の年がちょうど多いですよね。塩分気をつけて、気をつけてます私。食べ過ぎてはないと思う。ちょっと一日全部一個ずつぐらい。梅もトマトもリンゴ、うそー、美味しいですよ。愛ちゃんってすごいですか。佐藤愛理さん本当すごいですよ。もう尊敬するところしかないです。同期に甘えたい派、それとも甘えられたい派。甘えられるの可愛いってなります。甘えられるの確かに可愛いかも。あとしーさん星ありがとうございます。ダンス上、本当にお上手です。もうそのなんかそのまま振付師さんのダンスをそのまま再現するのが本当お上手でかっこいいです。あずちゃんネモハモ本当ですか？嬉しいです。ありがとうございます。ネモハモ。いやいや、ダンスもっと頑張ります。コンサートを終えて改めて思いました。結構ストイックな愛じゃん。そうですね、きっと裏でたくさん練習してると思います。綺麗に踊るよね。嬉しいです。ありがとうございます、そう言っていただけて。ジャーキーはみんなダンス本当ですか、嬉しいです。でも本当にみんな上手で、なんか動画撮るんですよダンスの時。その動画見るの大好きで、よく電車の中とかで見ちゃってます。ジャーキーのダンス動画。言い訳メイビーは難しかった。あ、でもオーディションの時は間違えちゃったかも、ちょっとだけ。
加工しになります。嬉しいです。18期生ほんとみんな可愛いですから、私も大好きです。私も箱推しです。18期みんな優しい、優しい、本当に優しい。髪はロング派？髪はずっとロングだったんですけど、あ、今もロングか。ロング派です。私は絶対ロング派です。どうしても君はダンスどう？やりたいです。何億あ、分のみたいな、ここがちょっと、でも多分こんな感じ。踊りたいです。すごいですよね、縁結びチャレンジね。皆さん覚えましたか？表面張力かっこよかった。嬉しいです、ありがとうございます。お、消化先生ありがとうございます。縁結び見たい。早くて覚え、ほんと最初見た時、う、手どうなってんだこれって思いました。もう覚えたよ、すごい。ともやさんすごいです。ヤギちゃん推し、ニックネーム気に入った気に、え、ヤギちゃん推しってことですか？覚えるコツ教えて、私も教えてほしいです。私ダンスの頭が悪いので、ダンスの覚えが悪いんですよ。なので、あの、教わった次の日、教わった日に夜家で練習して次の日できてるって感じです。私はいつもその場ではあんま苦手です、覚えるの。縁結びコーデやる、あずちゃんの任プラスプラスっていうの、ハート裏、これなんていうの、ココロデックス48感じで本田さんやってましたよね。努力だけ、うわ、たくさん褒めていただいてありがとうございます。いやでも全然まだまだ頑張ります。一日で覚えてる、そう、いやでもみんな覚えるの早いので、ちょっと頑張んなきゃなって思ってます。散歩歩いたら忘れます。私のあれですね、あれみたい、カンペ、カンペっていうのかな、セリフ覚えるのみたい。私も散歩覚えたらセリフ飛んじゃいます。お披露目の時とかすごい片言になっちゃった。お披露目、お披露目のあの、こうやって出したじゃないか、ショールーム配信しますよみたいなやつ出したじゃないですか。それのショールーム、ショーの O だっけ、 O が抜けてたみたいな感じで事務所の方に笑われました。皆さんお披露目の動画見ていただけたらわかります、多分。でもあんま気づかれてないのだったからよかった。あ、そうそう、ショールームみたいな感じになっちゃって、ショールームみたいな、ショールームみたいな言われました。あ、ワンダーさん優勝ありがとうございます。特に誰がフリーで早い、フリーで早いか、わかん、あ、でもゆいやっぱ早いかも。あの子お勉強はバカだけどダンスはできますから。ゆいちゃんは本当に上手ですよ。私ゆいの踊り方大好きです。直感型、直感型ダンサーやな。ダンスしてたの？部活でやってました。あはは、はははなんか笑ってるよ。今日のゆいちの昼の配信ぶりです。お、そっか、ゆいもやってたもんね。私いたもんな、その時。
が11のオタク、18期のオタク友達ができてる。そんな素敵な世界線あるんですか。嬉しい、アスカさん。そういうの本当いいですよね。すごいな、嬉しい。ダンスは表情を見るのが好き。表情大事ですよね。私も頑張りますね。勉強あれなの配信でしてます。そうですよね、バレバレですよね。ゆいちは僕のチャイダンス知ってるけど結構頑張ってる。すごい。今度俺踊りますか。しゅうかさん、ハートありがとうございます。あずちゃんの数字、好きな数字1。コンサートとかで連、すごい、そんなのするんですね。楽しそう。おたかつってやつですか、それ。嬉しい。私でおたか、18期生でおたかつって入りたい。入りたいな、私もおたかつ語りたいですね。推し活入りたい。私も入ります。そこにスタスタスタって入っちゃいます。よかったらぜひ。おー、ゆいちさんありがとうございます。しょうこせんさんもありがとうございます。だるまだるまだるま、金と赤が金赤金赤ってな。ゆいちさんもたくさんありがとうございます。本当にだるま500。嘘、すごっ。つよしさんもだるまありがとうございます。いちごの会に夏コンしたいよね。したいですね、したいです。あずちゃん切り抜かれてた。何ですか。あ、やばいやばいやばい、かな。あ、今日そうスタンド、しかも丸い照明付き買っちゃいました。みんな買ってたから私も買っちゃいました。ジャーキーよね、マジで。嬉しいです、そう言っただけで本当に嬉しいです。もっと頑張ります、ジャーキー全体でも。私もリングライト、そうリングライトなのかな。ほら、目でわかるでしょ、この丸いの。先輩、やめてください。私先輩のモノマネしたっけ。せーけど何かやってたの。私姿勢悪いですよ、めっちゃ目がキラキラ、目がキラキラになるんですよこれ。千秋単独ライブ、そんなのできたら幸せですよね。でもとりあえずフェスがあるので頑張りますね。頑張ります。すごいですね、目に丸が映る、すごい。目が魅力的やね。顔が合っちゃう、いやいやいや。でもさえの言い訳メイビーの着てるところが前田敦子さんそっくりじゃないですか。あのシルエットもなんか髪型もそうで、そうみんなで話してました。可愛かったです。キラ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 ですよね。すごい、照明ってすごいです。買ってよかったですねえ。夢なんか結構そう言ってましたよね、ツイッターでも書かれてました。天使のようなあずちゃん、ありがとうございます。はるさん、目に丸が映ること本当にあったね。うん、すごいよね。
もうすぐ5000人。お、行ってほしい。まるでアイドルみたい。アイドルです、アイドルです。うーん、女の話から、ああ、やっぱそうですよね、使いますよね皆さん。アップにやられました。こんにちは、こんにちは、つつつつ、あれコメントなくなっちゃった、あれ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 、あ、来た、大丈夫だ、よかった。どんなユニットやってみたい、どんなユニットやってみたい。でもかっこいい、でもかわいいのもやってみたいな。でもいろいろやって自分に一番似合うのなんだろうって探したいですね。俺にも打ってください、つよしさん。天使の尻尾とか似合いそう。天使の尻尾、羽じゃないんですね。あ、天使に尻尾って入ってんのか。あずちゃんのエンドロール見てみたい。エンドロール、あずちゃんの住んでるみたい。お話し会でやりましょう。ぜひ来てください。歩道やってみたい、やってみたいです。シュシュシュみたいな、楽しそうですよね。エンドロール、聞いてみますね。こんばんは。アイドルなんて呼ばないで、やってほしい。やってみたいです。私いろいろな曲やってみたいです。ソロ曲、ソロ曲できやりたいです。やりたいな。エンドロール、あ、そうなんですね。聞きます、今たくさん聞いてます。 AKB さんの曲、上から順に。アンクレット歌ってほしい、歌いたいです。すごいいい曲ですよね。こんばんは、マリノさん、こんばんは、こんばんは。ショックセンさん、ペンライト、ペンライトだよねこれ、ペンライトありがとうございます。スクショをツイートする、ありがとうございます。皆さんもツイートとかしてくれたら絶対私見るので、ぜひお願いします。いますよ私。ミトンさん、黄色のペンライトありがとうございます。あ、ダンスかっこいいから見ます、楽しみ。自分のグッズ早く欲しいね、欲しい。グッズか、グッズとかできたら嬉しいよな。でもコンサートで9時ありましたよね、あれ皆さん弾きましたか、ヤギの缶バッジ書きました。なずきちゃんサインって決まった、決まりましたよサイン。コンサートの2階、あ、3階と4階席に置くんで、あの1枚いけなかったので、あの手紙を置いてあったんですよ、それに34枚ぐらいサイン書きました。5000人、お、嬉しい、ありがとうございます。
明日ヤギさん出ません、もうちょい頑張る頑張る。あ、間違えちゃった。コンサート手紙あった、そうなんです、あれすごくいいですよね。私ももらったら嬉しいなって思って、でも書くの楽しかったです。初サインかな、そうですね、あ、そうです、初サインですね、嬉しかった。サインください、いつかサイン会とかでお渡したらいいなって思ってます。5000人突破ありがとう、そうありがとうございます。たくさんの方に見ていただいて、こんな遅い時間なのに。皆さん夜更かしなんですか。アリーナだから、まで、もアリーナだったらたくさんメンバーが近くに行ったんじゃないですか。夜はこれから、そうですよ。私夜行性なんで、結構でも寝るのも好きなんで寝ます。夜も好きです。 CD を私から18席出ないかな、サイン入りの。あー確かに、 Twitter にアドのアカウント作って、嬉しい、絶対見つけますね、アスカさん。てか見つけてるかな、もう私本当に見るから、すごい、あの見ます、私。ゴールデンウィーク余裕、アウトオブフォーティーをリアタイする、すごいありがたいですね。普段は22時に寝ます、すごい、もう1時間半も過ぎてます、ありがとうございます。初見です、あ、こんにちは。そうですね、アウトオブ、そうですか、そうだそうだ、今日だ、どうなってんでしょう、私もまだわかんないので見たいです、早くどんな感じか。こんばんは、おつあずでございます、おつあずです、こんばんは。お、俺と同い年、そうなんですね、嬉しい、同い年。あ、危ない、今ポーンってやっちゃいました、すいません、倒れたら危ないことになっちゃう。なんか、なんと、なんだっけこれ、今日もアドの顔ランが高すぎて、シーン、これ昨日も送ってくれてましたよね。コンコンコン、50と50どうぞ、配信ファイトでございます、また応援来ますね。ドロンドロンドロンしちゃうんですか、大丈夫か、大丈夫です、大丈夫です。ハッシュタグヤギアズキ、ありがとうございます、ヤギアズキ、ハッシュタグヤギアズキで皆さんお願いします。お顔はバブいけどお姉さん顔だもんね、そうですよ、私お姉さんです。パフォーマンス最高に良かった、ありがとうございます、たくさん練習したのでそれが伝わって嬉しいです。こんばんは、チロさん、こんばんは。あ、ハッシュタグヤギアズキ、あんこちゃんズでも、お、嬉しいです、絶対見ますね、嬉しいです、書いてくれるの、ハッシュタグヤギアズキ了解、ありがとうございます、よしさん、お綺麗だわよ。大野くん、ありがとうございます。メールの返信はタグ、あ、でも月から愛のお手紙っていうハッシュタグでよく私は見てます。返信ってどうやってやるんでしょう、メールでそれについて言えばいいのかな、
あ、そう、それなんです。月から愛のお手紙です。ぜひぜひぜひ皆さんメール見てください。あの件名素敵です。本当ですか？ありがとうございます。この辺でも早く見たいです。私もがん立てるように頑張ります。ぜひその時は見てみてください。なるほどよ、でもいつも見てるよ。お、ありがとうございます。もう読むことが、そんなこと言っただけで嬉しいです。ありがとうございます。自撮りが大天才、本当ですか？頑張ってます。初心者なりに頑張って撮ってます。私送ってきたらヤギバッチお話買い付けて、すごい当たったんですね。あれ可愛いですよね。楽しかったです、書くの。お写真綺麗なのよ、嬉しいです。ありがとうございます。いつも寝る時間遅いの？でも2時、あ、2時は嘘、12時過ぎぐらいにはベッドに着いて眠くなったら寝るって感じです。でも夜好きです。ゆうちが送ってあれですよね、こんな感じでやってる、ふざけてるやつですよね。あれなんか唯一いっぱい載せるんですよね。配信終わったらもう寝なかじゃ、もうお風呂入って、今日はちょっと遅くなるのかな、お風呂入ってストレッチして寝ます。アズメール、ハッシュタグアズメール、それでもありがたいです。絶対見ます。めっちゃアップだったから、アップだったんだ。2時気になる。2時までには絶対寝るようにしてるってことです。2時までは起きちゃダメって言われたので、2時は絶対寝てます。好きなスポーツは、好きなスポーツテニス、中学生の時テニス部でした。ガングロでしたよ私。あのマックロクロスケとか、あのカカオって言われてました。あだ名カカオみたいな、本当に真っ黒でした。切り抜いたやつだったんだ、アップだったんだよ。やだカカオ、今確かにだいぶ落ち着きましたよね。それからはテニス焼けます本当に。とかカカオ、カカオなんで白くなったの、なんでだろう。でもやっぱ日焼け止め塗って、でもテニス部の時も塗ってたんですけどね、塗ってたり、やっぱ保湿すると白くなるなって思いました。あとビタミン C をたくさん取ることですね、大事です。過去って信じられない、本当に過去だったんですよ多分。外の部活つらかったです。冬は寒いし夏は暑いしって大変ですよね。今日は11時45分までです。あと15分かな、早い。1時間45分って長いかな、ちょっと長かったかなって思ったんですけど、あっという間ですね。ショールーム楽しいです。リップが可愛い、ありがとうございます。ロマンドですよ、あとちょっとか。そうです、ダンス部は室内だからいい、ね、そう、高校生はダンス部だったので。化粧品の CM 来るよ。本当ですか？クッションファンデーションみたいな。白いのかな私って、わかんない、みんな白いからな。でもそうですよ、私は24時まで配信できる年齢なんです一応。テニスも好きだし、卓球、おばあちゃんち卓球台があって、
よくやってたので私作曲得意です。ヘアトリートのオファー来い、オファー来いヘアトリートメント、なんかこういうやつですよねできるかな。ヒップホップなのかな、私わかんない、何なんだろうあれ。でも全体でやるやつはヒップホップに近いやつやってたのかな多分。でも一応ガールズっていうジャンルやってました。髪染めないでほしいな。今のところ全く予定ないですね。大丈夫です初めましてです。ジャズあ、でもジャズもうやってた、なんかちょこちょこ全部触れてる感じですね私。黒髪最高、本当ですか。黒髪でも私ちょっと茶色いんですよね若干、まあでも黒いか。ありがとうございます、最高って言ってもらえた嬉しい。ジャズか K-POP はあんまやってないです私。5000人ってすごいな、本当にこんな時間なのに5000人ぐらいの方、結構遅い時間にやってたのに嬉しいです。アイドル向いてるよ、ありがとうございます、頑張ります。おしめにして、ぜひポリリンさんおしめにしてください。フォロワーさんも増えてるんですか、後で確認します、嬉しいな、うん、ユイチは K-POP 得意ですよ、うちのユイチは K-POP 大好きですよ。5000個の様を全部これトッシーさんがやってくれてるんですか、もしかして正統派でいける、ありがとうございます。正統派3押しにしまし、します。3人推しがいるってことですか、誰ですか。うちのゆいち、そうだ、うちです、私のゆいち、うちらのゆいちですね ゆいちの取り合いが始まっちゃってる。あ、ゆいちとアドのコンビ、ゆいやつ、わかん、コンビ名とか確かに考えたいな。リアクションゲームいけそう私のアズです、わ、アスカさんのアズです、セナタン推しです。お、そうなんですね。遊びに来たよ、ゼロさんこんにちは。残り10分です、18期ではムードメーカーっぽい、でも18期はほんとみんなムードメーカーって言っていいほど明るくて楽しいです。もうみんなムードメーカーですよ、誰かしらいないとなんか静かだなってなりますもんえ、あっという間10分前、早いですね。ずっと見てくれた方ありがとうございます、本当にお話会行きたくなりました。お、ワンダンさん来てください、たくさんお話しましょういじりがあるかね、いじりがあるかねって今来た、嘘ですよ、ずっといてくれましたよね、先輩のファンご全部、いやいや嬉しいです、そんなこと言ってもらえて。時間経つの早、なんかショールームって時間早くしてますかこれなんか早くないですか時間、本当にあっという間すぎる、一日違いないとても嫌、みっちゃんさん 21? 20? あ、21か23ですよね、そうですね、誕生日近いの嬉しいな。
金のクマ投げてくる。え、嘘、翔平もんさん、あ、本当です。翔平もんさん、ありがとうございます。金のクマ、ありがとうございます。嬉しい。ゆういちさんもたくさんだるま、ありがとうございます。あちゃんさんも小判、ありがとうございます。みとんさんもバラ、ありがとうございます。嬉しいですね。あっという間ですね。歪んで、時ゆだ歪んでますよね、時間。金のクマ、ありがたいです本当。クマ、翔右衛門さん、ありがとうございます。有名な方なんですか。エース狙え、頑張ります。 AKB48 に新しい風を吹かせられたらいいなって思ってます。早いですよね皆さん。悲しい本当に。これいいのか。いいんだ。これな、どうやってさ、あ、これですね。わあ、ありがたい。ありがとうございます。期待しててください。私頑張るので見ててください。シュエモンさん、7日お話し会に参加します。お、嬉しいです。お話ししたいです。私もテニスやってました。お、同じ。スクショタイムしようか。スクショタイム、はい、ありがとうございます。もちろん期待してるよ。頑張って、頑張ります。ありがとうございます。たくさん、かわいいかわいい、ありがとうございます。ツイートしてくれます、ありがとうございます。ぜひぜひお願いします。残り5分、確かにランキング読みましょう。5分か、早いですね。あ、すいません、あれ、これなんかさ、すいません、これはちょっと待ってくださいね。あれ、昨日となんか画面がで、ライブ累計、え、これど、これなんですかね。え、これってライブランキング、ライブランキング、あ、これで大丈夫なんですね。じゃあライブのやつで、これで、ありがとうございます。マリナさん、ありがとうございます。13位、マリナさん、ありがとうございます。都会のトッシーさん、12位、ありがとうございます。11位、ミトンさん、ありがとうございます。10位、ん、10位、これ、あれ、待って、ちょっと、すいません。あ、10位、つよしさん、ありがとうございます。9位、ワンタンさん、ありがとうございます。8位、コッシーさん、ありがとうございます。コッシーさん。7位、鳥さん、ありがとうございます。鳥さん、ありがとうございます。6位、こういちさん、ありがとうございます。5位、しゅうえもんさん、ありがとうございます。4位、しょうかせんさん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。3位、
下町のカッスーさん、ありがとうございます。2位ネタロウさん、ありがとうございます。1位ボリリーさん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。6000人おめでとう。ありがとうございます。6000人も、あ、ほんと嬉しいです。たくさん見守っていただけて嬉しいです。パチ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 、8をパチって例えるんですね、皆さん。パチパチパチ、6000人ありがとうございます。スクショしようかな、自分でも。嬉しいな。6000ポーズ、6000ポーズ、6000ポーズ。じゃあまず1枚目、6 0 0 0。これで6000ポーズで大丈夫ですか？おつあず、決め顔お願いします。3つ同じ。そう、0 0 場所変わっただけみたいな。えって言われた、笑われた。6000、ありがとうございます。逆なのかな、ぶりっこポーズを。ありがとうございます。今夜も夢で会いましょう、会いましょう、夢でも会えます。ツイート用のアカウント、徳森ゆうなさん、ありがとうございます。見ますね、嬉しい。あざとい、あざとい、私もあざといできるんですね、嬉しいな。あ、あともうちょっとかな。皆さん本当にありがとうございました。次のショールーム配信まだいつになるかわかんないんですけど、ぜひ次も見てください。6000人もありがとうございました。お休みですね、皆さんよく寝てください、体休めてください。私も明日レッスンなので頑張ります。あー、お休み、あとちょっとだ。6日、そうですね、6日お話し会、67じゃないか、土日お話し会、ぜひいらしてください。そこで会える方はまたお会いしましょう。それではおやすみなさい、バイバイ。